松本高原さんという、まあそうですね、うん、超新人というか、うん、どういう戦いになるかな。なんかちょっと二分戦じゃないですけど、海老根さんも前取ったし、二分戦気味な、うん、響き同士は、はい、なったんで、多分ジャンでは来るかなと思ったんですけど、あの牛山さんが動かなかったんで、うん、あれ以上松田さんも突っ張られたんで、うん、まあ、ギリギリまで待ったんですけど、うん、3コーナー出たかったですね、ジャンで、ジャンの3コーナー、うん、あれで、5割ぐらい力使いました。確かにそのまんまちょっと四国、中四国勢の流れになったかなという感じだったね。今日あれ以上踏んでも多分エビさんに合わされてるような感じだったんで、うん、あそこ多分で向かい出ても多分、うん、まあ、出て出たらもう粘るしかなかったですけど、うん、一緒に行ったわけだ、うん、まあ、よくそこから持ちこたえてもう一回三着までですか。はい、地足で良かったです。そっちはもう4コーナー、最後の4コーナー直線というか、うん、入ってからはもうなんか下しっていうか、うん、必死に踏んだんで、もう何着か分からなかったんですけど。あ、最後は。はい、あ。まあこらえ切れてしっかり、まあ決勝にも。そうですね。足は本当にまあ今年の成績に合うように良さそうなんです。そうですね。決勝も乗れてるんで、うん、足自体はいいと思います。でももうちょっと判断が悪かったですね、今日は、うん、難しかったですけど。そうです、決勝はまた少し龍二さんともまた話されてから。そうですね、あの、シュリさんと、うん、はい、喋って、はい、お疲れ様です。